それではこちらの映像をご覧ください、えー、被害が大きかったですね峰市でおととい撮影されたドローンの映像です見えてくるのは増水した朝川ですねそしてここから左に降っていくんですがそこには崩落してしまって濁流に現れる線路が見えてきます JR 峰線は今回の大雨で大きな被害が出ましたそして次にご覧いただくのは 峰線沿線の別の場所です、えー、こちらの場所ですね線路の土台にあたる土が複数の箇所で流出してしまっています線路が宙づりの状態になっています峰市の雨がいかに激しかったかを物語っています収止率が厳しい線路の一つに挙げられている峰線ですが復旧の見通しが立たない中市民からは困惑の声が聞かれました JR 峰線は第6浅川橋梁が倒壊したほか、南大峰と白郎ヶ原駅の間で線路の下の土砂が崩れるなどし、現在運休となっています。市内2つの高校は運休を受けて今日は休校となりました。今朝の峰線はひっそりと静まり返っていて、路線バスから降りてくる人もバスに乗る人もいませんでした。 やっぱり学生とかは困ると思いますけど、ずっとあのこ働いてるので、親も、なので、じ自,分自力ででけなないいじゃないですかこれ、なまた見通したたんって言うんですけど、あそうなんですか、はい、ちょっとそれは困りますね、まあ、電車の利用される方も困るとは思うんですけどね。 J. R. はバスによる代行を明日から始めると発表しましたが。峰線の復旧の見通しは立っていません。今日、村岡知事が篠田峰市長らとともに現場を視察しました。峰線は去年、J. R. 西日本がローカル線の見直しに向けて公表した。収支率が厳しい路線に含まれています。この路線は。 地域の皆様の、住民の皆様の生活にとって欠かせない路線でありますし、南北をつなぐ重要な路線ですので、これは必ず存続をしていかなければいけない、これを機に廃止というような議論に行くということは、到底許されるものではない、認められるものではありませんので村岡知事は先ほど、JR 西日本広島支社を訪れ、峰線・山陰線の早期の復旧を求めました。 JR 西日本側は、被害状況の把握・調査に努めるとしましたが、復旧については触れなかったということです。